おはようございます。パラレルです。さあ今日は、ブシロードのドリームオーダーセリーグブースターパック2024ボリューム2の後半に入りますね。6パック開けます。で、狙いのカードなんですが、見せてみると、はい、菅野選手あと1枚あればデッキに入れられますね。そして、涌井選手もあと1枚ですね。で、矢野選手もあと1枚。で、この光ってるレアカードの栗選手もあと1枚ですね。で、3枚揃ったカードもあります。大竹選手ですね。強いですからね。宮沢選手も3枚揃いました。で、大山選手も3枚揃いました。僕のところの住んでるルールでは、キラを1枚入れて、他2枚はキラキラしてなくても OK ですね。選手が同じであれば OK というルールにして遊んでます。はい。あなたの地域はどういう風なルールでしょうか？それでは開けてみます。はい。まずね、もっと当てたいのがあって、この、推し球団のヤクルトをちょっと当てたいなと。全然揃ってないのでね、丸山選手の3枚しかの残ってない、揃ってないので、今日は揃えたいと思います。ヤクルトがたくさん出ますように。もちろんね、スーパースペシャルだったりね、スペシャルカードも当てたいと思っております。それでは6パックスタート。では1パック目、はい、お、大山さん出てきましたね。これでキラなしでもいけるね。レギュラー3枚。ここで神里選手か。丸山選手多いな。はい、小林選手、値千金、あ、岩崎選手、中継ぎですね。はい。で、あ、大竹選手のキーラーが出ましたね。コモンホロ。結構阪神多かったですね、このパックね。3枚出てきましたね、阪神がね。いや、4枚出てる。4枚出てるよ、阪神。阪神ファンは嬉しいパックでしたね、これ。はい。気を取り直して、トネ選手、カジヤ選手、あ、木澤選手出てきた。浅野選手使いたい。値千金、上茶谷選手で、次はヤクルトだ。あ、木澤選手、やった。これはヤクルト。はい、次行きましょう。3パック目ですね。まだすごいキラーを見てないんですが、松尾選手、ニラサ選手もう出なくていいんだよな。3枚で十分。あ、吉村選手出てきた。内野警戒。こうか。こうだ。こうだ、こうだ。はい。なんか見えましたかね。さあ、内山選手出てきましたが、お、二塁手、吉川選手だ。これ集めて使いたい選手ですよね。はい、置きましょう。ちょっとね、SR の出方が少ないので、いいカードが最後の最後に当たってくれるんじゃないかと信じています。森原選手、サンタナ選手出てきた。祖父江選手、渾身の一球。坂本選手のレアでは誰？コスト3だから、細川選手かな。はい、細川選手の UR が出てくれました。ちょっと待ってくださいね。これ SR の細
細川選手なんで、これもあと1枚集めればいいのかな。はい、ゲームできそうですね、僕たちのルールではね。これは強そう。はい、じゃあ細川選手もう1枚出しましょう。外野手か、コストが3かかるんですね。難しいっすね。はい、初期選手、梶谷選手、北村選手出た。はい、外野警戒、ヤクルトの選手、内山選手かな。で、戸柱選手のレアで、お、もう一つベイスターズ、宮崎選手ですね。これで金文字が 1,2,3,4 枚出てますね。金文字が4枚。前半のボックスで近本選手の金文字出ましたからね。SR がね。はい、上里選手。あ、サンタナ選手。勝負師、あ、川端選手。走者がいて打撃判定を行うならサイコロの目プラス1、勝負中タイムでアタックポイントプラス2。うん、代打ってのがないですよね、そういえばこのゲーム。はい、では行きましょう、最後です。おお、これでデッキ組めるやんけー、嬉しい。はい、早速次の回で組もうと思います。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思われた方はグッドボタンを。また、開封動画、紹介動画を見たいと思いましたらチャンネル登録していただき、次の動画をお待ちいただけると嬉しいです。動画のコメントもね、お待ちしております。ちょっとね、まだ父親の具合が心配でちょっと眠れなかったんですけど。はい。次もお会いしましょうね。それでは、さよなら。